はい、皆さんおはようございます。こんばんは、キャッキーです。はい、というわけで今回もサウナに行きましょう。今回やってきたのは浅草。さて、どんなサウナに出会えるのか楽しみだな。もうとにかく暑いので、このミストがめちゃくちゃありがたいんですよね。冷水シャワーのごとく全身に浴びまくります。そんなことをしているうちに到着しました、サウナランド浅草。日帰りで楽しめるパブリックサウナとサウナ付き客室のホテルが併設された施設です。浅草の下町情緒あふれる雰囲気からは一変して、突如として現れる秘密基地感満載のこの佇まい。サウナの前にこの時点でワクワクが止まらないんですよね。それでは中へ行ってみましょうか。一つ目の扉を開けて、左側がサウナみたいです。なんだこの壁面のデザインは。なんとも言えないアングラな雰囲気がたまらないですね。こちらのフロアはレセプションとロッカールーム、そしてサウナルームといった感じです。サウナは水着着用が必須なので、ロッカールームで水着に着替えて、それではサウナ行きましょう。それでは行きます。サウナ室はこんな感じで、かなり暗め。落ち着いた空間でじっくりと楽しむことができます。水風呂と温かいお風呂、そして休憩スペースが一体化しており、こちらもシックで洗練された空間。これはワクワクがかきたてられますね。こちらは都内では珍しい薪ストーブを使用しており、薪の燃えるパチパチ音といい香り、そして薪ストーブ特有の柔らかく心地よい暑さが特徴的です。この雰囲気もたまらないですね。サウナを存分に堪能した後は、2階にあるラウンジでちょっとだけ休憩していきましょう。正面から見て右側の階段を上がります。どんな感じなんですかね。楽しみだ。2階へ上がるとフリースペースの看板があるので、こちらですね。中へ入るとど真ん中にどでかい鉄板がセットされたカウンターがあり、事前予約をしておけばサウナランドオリジナルのもんじゃ焼きが食べられるとのこと。ちなみにキッチン用品も一通り揃っており、自分たちで食材を集めて調理することができたり、 Uber Eats で料理を取り寄せることもできます。その他テーブル席やソファー席、ヨギボーなどが完備されており、ゆったりと過ごすことができそうです。夜はちょっと暗めでムーディーな雰囲気がいい感じですね。何もわからずただ休憩していましたが、オロポなどのソフトドリンクの販売もあるようです。こんなに広いラウンジに一人だと持て余しちゃいますね。ここは仲間を集めて貸し切りで利用したいです。というわけでサウナランド浅草、いやー最高だったな。シックで洗練された秘密基地のような外観と館内、都内では珍しい薪サウナを存分に堪能することができました。パブリックサウナがめちゃくちゃ良かったので、今度はサウナ付きの客室に一泊したいところですね。めちゃくちゃ気になる。というわけでまた絶対足を運ぶとしよう。雨がパラパラ降ってきましたが、めちゃくちゃ気になっていたお店があるので、最後にサ飯を食べて帰ろうかな。ホッピー通りで一杯やってこうかなとも思いましたが、今日はがっつり行きたい気分なので、お酒の誘惑をスルーし歩みを進めます。
というわけでサウナランドから徒歩10分ほどで到着しました麺屋丸一。最近油そば混ぜそばを全然食べていないなと思い、ここは外せませんでした。初めて来たんですが、まず冷凍自販機があることに驚きましたね。今回食べるのはもちろん混ぜそば、ただ麻婆とカレーがある。どっちにしようかな悩んだ挙句、麻婆をチョイスしチーズをトッピング。次回はカレーで決まりだな。そして無料トッピングが可能で、ニンニク油普通でマヨなし。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、僕はマヨネーズがダメなんですよね。というわけで到着しました。麻婆混ぜそば、チーズトッピングにニンニク油普通。いやー、とんでもなくジャンキーなビジュアル。ニンニク油チーズという最強三重子と極太麺がマッチしてたまんねー。背徳感が半端じゃないんですが、それがまたスパイスになって止まらないんですよね。もちろん追い飯もいただいちゃって完全勝利。反則級のうまさ。サウナ後の人間はこれには何人たりとも抗うことはできません。というわけであっという間に完食。ごちそうさまです。というわけで今回も最高のサウナとサ飯に出会うことができた。次はどこのサウナに行こうかな。